きな曲がり角を曲がったなら走り出そう。戸惑うことはもうやめて。その先に何があるのかはわからないけど、そう強くなる。楽しみに待つということ、待つ時の楽しさも今ではカラフルに不安で。We'll be right back.